今日はこれ焼きそば弁当まるちゃんこれ食べてみたいと思います。これ昔のバゴンみたいに醤油スープ入ってますね。醤油で生姜スープか。まあ手先でお湯はこのソニーのソネットヒーター、これで沸かします。ソニーのソネットヒーターってあんまりネット上に説明がないですね。これ IH なんですかね。ちょっと原理がいまいちわからないです。非常に細麺であっさりしてますね。まあ有名なソース焼きそば、それと比べると非常にあっさりめです。まあ勉強の弁にあとは当てるのとさてなんか引っ掛けてますので、この夜食用としての食事、それにいいのかなと思いますね。あと昔バゴーンってありましたけど、残り湯でスープが作れます。これ飲んでみます。まあ非常に少量のスープですけど、これも美味しいですね。まあ焼きそば食べながらこのスープを飲む、こんな感じでこの勉強の合間の夜食としていいんじゃないかなと思います。まあ残り湯でスープが楽しめる、これが面白いんじゃないかなと思います。以上です。